今日も朝から日差しが強めの小島ボートレース場周年記念の3日目です。迎えるカードは第2レースの予選競争。1号艇には村岡健人、2号艇には末永由楽、3号艇には下出拓也、4号艇柳沢はじめ、5号艇松井茂、6号艇大山千尋、以上6選手の対戦です。スタート展示ではすんなりとした3対3の枠なりでしたが、本番レースピット離れ遅れてしまった3号艇の下で回り込んできて3コースは確保できそうです。これで最終的には1、2、3、4、5、6定番通りの並び。このカードも地元メンバーが1コース2コースを固めていきます。人気の中心絶好枠1号艇の村岡、2コース2号艇の末永で、センター3コース3号艇の下で、そして4コース後方を下げていきます。スタートまで残り30秒となりましたが、4角が4号艇の柳沢、5コース昨日のカーコドリームメンバー5号艇の松井茂、サイアウト6コース昨日の後半レース初勝利を飾った6号艇の大山です。結果的にはスロー 3.123 ダッシュ 3.456 の枠なりとなりました。第2レースは予選競争です。インコースから1番2番3番4番5番6番です。今スタートしました。1コース4コース6コース交差と1号艇4号艇5号艇、この3艇出ていきます。後ろ1枠インから握っていく1号艇の村岡、攻めては4号艇の柳沢、まっくり出すぐっと2号艇5号艇が競り合ってバックへと入っていきますが、突き抜けた先頭4号艇柳沢、2番艇セコレーティ1号艇の村岡、3番艇アウトマーティ5号艇の松井、その後方ちぎりました。3号艇6号艇2号艇時計の通過、一緒にマークの世界スタートは正常でした。トップ近い4号艇の柳沢、後方接近5号艇の松井、外回って1号艇村岡ホームに帰ります。先頭を振り切ったのは4号艇の柳沢、さあ2番手がやってくる、積み寄ってきた5号艇の松井とアウトコースは1号艇村岡、レースは2周目と移っていきます。1マークへと向かって先頭4号艇の柳沢、リードは2停止3停止、2番手5号艇の松井、後方から攻めていく1号艇村岡、膨らんで交代しました。内回って粘って2番手5号艇の松井ですが、トップと2番手の前半に1停止を縮まってきた。3番手単独1号艇村岡、その後方を水がいて3号艇下で、6号艇の大山、最後方2号艇末永で、レースは西のマークの旋回です。さあ2番手から切り込んで迫ろうと5号艇の松井ですが、先頭4号艇の柳沢、2番手食らいつく5号艇の松井、トップと2番手の定価2停止ほど、締め込む4号艇の柳沢、追い込む5号艇の松井、レースは最終目の1コーナー、先頭は4号艇の柳沢、2番手から追いかけて5号艇の松井茂、3周1番から向こう場面ですが、先頭4号艇柳沢リードを奪って2番手5号艇の松井、3番手1号艇村岡、上打球は451、2連単4号46枚ちょうど、3連単4号1 136.2 倍の毎周券、このレース4角から1台後半1周1マーク、まっ繰り出し決まった。先頭4号艇柳沢、2番手5号艇の松井、3番手1号艇村岡がクリアし、上打球は451、まもなくゴールインです。先頭4番柳沢ゴール、2着5番の松井、3着1番の村岡ゴール、3番下で6番大山、ラスト2番末永ゴール。以上、小島第2レースでした。